だけど会社員はお金持ちになれないよねっていう話なわけですよ。ボーナスに買い殺されてるだけなんですよ。あれもやばいよね。はい、どうもこんにちは、坂井です。坂井です。今回ですね、会社員ではお金持ちになれない理由を論理的に解説しますというテーマでお話をしていこうかなというふうに思っております。会社員をディスるわけではないんですよ。雇用形態の一つだし、経営者が偉いとも思ってないし、お金を持ってる人が偉いとも思ってない。ただ僕の個人的な主観として、お金は効率的に稼いだ方がいいよねって思ってるし、お金に関しては持ってないより持ってた方が人生豊かになるんじゃないのっていうふうに思ってるわけですね。好みの問題なんだよね。好みの問題だから、別にお金持ちになりたくないよっていう概念を持ってる人がいればそれそれで問題ないし、お金は自分と家族が暮らしていく必要最低限があれば問題ないよ私はって思ってる人は別にこの動画見なくていいと正直思ってます。最初に言っとくけど、会社員をディスるような動きをしたいんじゃなくて、お金持ちになりたいって人がいて、かつその人がもし会社員をやりたいと思ってるのであれば非効率かもしれませんね、その理由を解説しますよっていう動画になりますというところです。じゃあなんでそもそも会社員だとお金持ちになれないか、これを端的に言うと何だと思います？自分の収入を人から評価されたもので決まっていく。そうなんですよ。さらに言うと、経営者だったりとかその人事担当の人が給料を決めるわけですよね。人事担当も結局経営者から言われた通りにやんなきゃいけないから、実質的に経営者が全部決めてると言っても過言じゃないです。経営者が労働者の給料を決定するための基準って何になってるかっていうと、これはね面白くて、次の日もとか来月もこの人が仕事に来てくれるだけの生活を保証するための給料を払おう、これが基準になってるんですよね。資本主義の原理だと、僕が人を雇って事業をやっています、 A さん B さん C さんを雇っていますと、この人が食えなくなるみたいなことがあってしまえば自分の事業が立ち行かなくなってしまうわけですよ。だから彼らにはちゃんと食べてもらって、家の家賃を払って、快適なところで寝てもらって、でたまには土日でリフレッシュをしてもらって、そして元気に仕事を来て自分のために来月も働いてもらう、そのために必要なお金をお給料として渡しましょうねいう風に経営者はなってるんですよね。これ言わないです、誰も。こんな腹黒いことは。自分が豊かになりたいから給料払って、その給料の決め方というのは来月も会社に来てもらうだけのお金を払えばいいと思ってますみたいな。でも実際そうじゃないですか。みんなは食っていくために労働力を差し出してお金をもらい、で経営者は自分がお金持ちになるために事業を起こして、そこに必要な人材っていうのをアサインしているわけなので、これをもっと下水言葉で言うと、来月も自分のために働いてくれる奴隷たちを殺さないようにするためのお金を払ってるに過ぎないわけですよね。これ一番下水言い方をすると最大限下水。そうでも実際そういうことじゃないですか。じゃあさっき言った通り A さん B さん C さんだったけど、ここの年収が違う理由って、優秀さだから変えてますとか言ってるんだけど、実際はそうじゃなくて、 A さんは大卒で22歳でこの人が食っていくのに必要なのって、まあ、新卒だから別に家族もいないよねと、だから別に手取り25万円くらいで十分生活していけるよねという話だから新卒は安いんですよ。逆にこれが30歳ぐらいになってくると、子供もできたよねということで収入上がっていきます。30万35万円というふうに上がっていって、そしてですね、これがまた40歳45歳とかになってくると、子供も2人いて家のローンもあってっていうふうにして、年収800万とか900万とかになってくるわけですよね。ここに優秀さの違いってそんなにありますかと。年収800万だったら月にだいたい給与で60万から70万ぐらいじゃないですか。3倍仕事できますかっていうとそうじゃないんで、大体のパターンによってはね。その平均的な月収20万のスタッフと平均的な月収80万のスタッフを並べると、多分倍ぐらいしか仕事効率違わない、ならすとね。この間には100倍仕事ができるっていう人もいるけど、でも平均を取ると大体2倍ぐらいの仕事効率しかないというふうになった時、じゃあなんでこの収入に差が出るのってのを考えたら、資本主義の元となる資本家は資本で資本を増やしていき、労働者は資本がないから労働によってしか資本を貯めれないっていう、で資本家が資本を増やす時になるべく安く労働者っていうパーツを使いたいから、来月も食えるだけのお金だけを渡せば成り立つよね、ここが給与の落ち着きポイントになるよっていう理論があるわけですよ。っていう構造を聞いたら、お金持ちになれるわけないですよねっていう。最初に言って給与を人に決められてるから労働者はお金持ちになれない、これはその通りなんだけど、もしこの決める基準っていうのが、じゃあ全員に貯金1億円を貯めさせる方向で給与を設定しようっていうふうに決められていたら、お金持ちになる可能性はあるわけですよ。なぜならそういうふうに決められてるから。実際はそうじゃなくて、経営者っていうのは労働者の給与を決めるときに、労働をできるだけの金額を渡しておけばいい、服を買う代金、家を買ってそのローンを返し続けて住むことができる代金、食事を食べて来月も働きにできる代金、そういう決め方になってると当たり前だけど、会社員はお金持ちになれないよねっていう話なわけですよ。まあ無理でしょうっていう。
ディスりたいとかじゃないんですよね。雇用形態として会社員は僕の人になれないから、経営者サイドだったりとかフリーランスサイドになったらいいよと。結構さ、みんなびっくりしない？フリーランスになった時にさ、あ、こんなに簡単に案件取れるんだみたいな、意外と簡単に収入伸びたぞみたいな。ここはね、評価方法が違うだけなのよ。この話も結構してて、企業経営フリーランスに才能って関係ないよって話をしてるんだけど、これルールの違いのだけの話なのよね。労働力再生産って言うんだけど、来月も労働ができるだけのお金を払いますよ、その金額しか逆に言うと払えませんよっていう決め方のルールの下で頑張るのと、自分が価値提供した分だけお金をもらえますよっていうフリーランスだったりとか会社経営者のステージで頑張るのってやっぱりパフォーマンス違うよね。だから逆に言うと、仕事ができるできないに関わらず労働力を再生産するためのお金、つまりは生活に必要なお金だけは保証されてるから、これは美味しいところかもしれないね。生活するために稼ぐか、大きくするために稼ぐかの違いとかもあったりすると思うんで。確かにね、大きくするために稼ぐって事業自体を、事業自体を大きくするために回していく。生活するだけで言うと別に会社でいいんじゃないって思っちゃうけど、でもさ、生活するだけを保証されてる金額で働いてる人たちが金持ちになるなんてずるいみたいな発言をするのはやっぱ違うよねっていうふうに思っちゃうから、金持ちになりたかったらこっちが来るしかないんだよ。でこれはね、言わないんですよ、世の経営者。だって言われたら嫌でしょ僕が逆に労働者サイドでこれを経営者が YouTube で言ってたら嫌だもん。実際のとこそうだし、これを見た時にうわーみたいな、いや労働者きついなみたいな感じになっちゃうわけですよ。でもこういうこと言うと経営者は搾取してるみたいな感じに言われるんだけど、いや、まあ構造がそうなんだよって。皆さんが経営者になっても多分同じことすると思いますよ。月に30、40で満足するんだったらそれ払っとけいいじゃんって話になるからね。わざわざ高いお金を提示しないからね、相当なメリットがない限り。だからその高いお金を提示して優秀な人材が来てくれるんだったらいいよ。そんなことは基本的にないから。で逆に言うとさ、その労働力が少ないというか、あんま優秀じゃない労働者でも売上利益が立つような仕組みを作るのが経営者の仕事なんですよ。稼働してくれる人に対して労働力再生産のためのお金を渡して、そこで事業を回してもらうっていう、ここが経営者の仕事になってくるわけだから、そこであぶれ出たものをしっかりと享受するっていうのは経営者の働き方のスタイルとしてはしょうがないものになるんじゃないかなというところですね。実際どう？会社員的な働き方もしつつフリーランス的な働き方もしてるわけじゃん。お金持ちになるには前者だなって思うでしょ。そうですね、会社員的な働き方だと上限がやっぱり近い。いや、そう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 、歩合制とかね、世の中にはあったりするけど、うん、限界ってあるし、限界不安定だし、うん、言うてね、稼がせないようにできてるから、稼ぎすぎたら辞めるからね、独立しちゃうし。そう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 、離職率を抑えるには給与を上げない方がいいっていう理論まである、ね、生かさず殺さず。あ、そう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 、ボーナスっていう制度もすごいよね。ボーナスもらうまでは辞めないでおこうって思うもんね。めちゃくちゃよく聞いたそれ。めちゃめちゃ聞くよ。ボーナスに買い殺されてるだけなんですよ。もっと言うと、ボーナス一括払いのさ、ローンとかカードの支払いとかあるじゃん。あれもやばいよね。ボーナスがないと私の生活は破綻しますみたいな。だからボーナスも皆さんの労働再生産に必要な金額なんですよ。それがないと死んじゃうから逆に言ったら辞められないし、それを払ってあげないと会社としても大変なことになると。労働者が食っていけなくなってパーツが消えちゃうからね。だからまあ世の中がいかに経営者だったりとか資本家に有利にできてるかみたいなのは必ず理解した上で資本主義攻略をしていかないと、まあ、なかなかきついよね。逆にそこ気づければ別にそんなに難しくないよっていうのは、この動画を見てる人にはこっそりとちょっとお伝えしようかなと思いますと。経営者になれなれ言ったけど、どうなるのかわからないって人も多いと思います。冒頭でちょっと言ったんですけど、経営者の仕事は仕組みを作ることだよと。こういう風に人を配置して、こういう風に業務を行ってもらえば利益が立ちますよって状態を作ることこそが経営者の仕事なんで、それもね、別に学ぶことはそんな難しくないんですよ。そんなのってそう簡単に学べるんですか？いやー、僕もね、めちゃめちゃお金かけたんですよね。300万400万初期でかけて、年間で1000万くらいはそれでも勉強し続けてるんですよ。ただその方法を知りたい方は概要欄にあるザコンダウンのマーケティングメルマガ読んでみてください。本当に無料なんですか？無料だよそうそう、無料だよ。ずっと概要欄にあるリンククリックしてもらって、メールマガジン購読してもらえば毎日毎日無料でコラボが届くようになってるんで、それを見てマーケティングの勉強してみてください。では今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。